ありがとうさようならフィッシュスティックフォトナが強かったクリエもできたコメント欄では盛り上げてくれたいい子でみんなにも愛されていたありがとうさようなら フィッシュということで、フィッシュスティックが、旅立ちました。はい。これちょうどね、あの、ボ様配信にいる人はね、結構びっくりすると思うんですけども、まあ、モデレーターもやってくれてる、えー、フィッシュスティックがですね、えー、まあ、ボ配信の卒業というか、まあ、ネットからね、一時、離脱するということで、皆さんにご報告を、僕様から代わりにしたいと思います。 これマイナスのことじゃないです。まあ、ちょっとね、個人情報なんで、どこまで話していいかわかんないですけど、ま、あフィッシュスティックは6、小学6年生の男の子です。あのー、もう、ボキ様ガチ勢ということで、もう多分ボキ様ガチ勢リト、トップ勢じゃないですかね。それぐらいのね、すごい好きでいてくれて、ま、あね、ボキ様配信ももう毎回リービ立ってる子なんですけども、あのですね、ま、あ中学に上がるにつれ、まあ、寮生活になってしまうってことですね。簡単に言うと。 寮生活です。そこではもうスマホも取り上げられてしまうということって、すごいなぁと思いますよ。本当に。うん。だから、も、ま、う、あ、本当はね、だからそれをもともと知っていたんですけど、まあだから3月末ぐらいまでしか、まあ、配信来れないと、えー、いうことは聞いてたんですけど、まあちょっとこの早いタイミング、まあ2月のタイミングで、まあ卒業するということになりました。はい。で、えー、まあね、まあ、準備期間みたいなもんですよね、要するに。はい。で、 すごいなと思ったのが、まあ、僕様配信でそれをね、もうみんなとお別れっていうのは、ちょっとね、配信の雰囲気暗くしちゃうからってことで、まあ、僕様に直接、えー、メッセージとして、まあ、長文でいただきました。本当にみんなにも感謝してるって言ってましたし、ネットで出会った人たちにも、本当に、なんかね、えー、なんか本当にいい出会いだったってことを言ってました。そのいろんな感謝のね、気持ちもらいました。で、それでですね、あのー、なので、フィッシュはですね、もう、フレンドを全員消しました。はい。フレンドを全員消しました。で、 本人も急にね、パっていなくなるような、もうそすごい潔いなと思ったんだけどね、本当だったらまだね、ゲームやりたいとか、まあ、みんなとね、仲良くなったから、ね、なんかちょっと未練があると思うんですけど。パって、スパッとね、未練を断ち切るためにも、全部フレンド消したと言ってました。はい。まあ、僕様からやっぱ代わりにね、説明してあげた方がいいなと思ったんで、今回動画にさせてもらいました。なので、フィッシュのフレンド消えてると思います。だけど、こういった理由です。はい。 プラスなことです。もう本当に嫌になったとかじゃなくて、単純に、まあ新たなね、まあ、リアルの方で頑張っていくということで、えー、なのでね、応援してあげたいと思います。はい。寂しいけどね、やっぱね、ボク配信ハイジ結構ね、本当に、なんか自分的には結構弟的な感じでね、結構、そんなぐらいまでね、えー、親しみあって、本当本来だったら、今週の土曜日にね、直接会う予定だったんですよ。まあちょっとコロナの影響で会えなくなってしまったんですけどね、だからまたいつ、いつ、 会えるのやらって感じですけど。はい。まあ、夏休みとかになれば家に帰ってきてね、えー、あの、配信顔出したりとかできるとは言ってましたけどね。まあ今でもまだ連絡取れますよ。4月からなんでね。中学は。はい。でも連絡取れますけど、まあ、今は、だからまだまだねちょ、ちょくちょく顔出してくれると思います。なので、ぜひね、この動画のね、コメント欄にフィッシュへのね、えー、コメントとか書いてあげてください。そしたら本人も見ると思いますし、もうワンチャン返信もしれべるのかな。はい。まだ携帯使えるんでね。 はい、ということです。はい。本当にね。ありがとうございます。なので、ね、まあ、ね、急にね、いなくなるとみんな多分、あれちょっとフィッシュどうしたんだってなると思うんで、あらかじめそうやって言ってきた、えー、言っておきたいと思います。あと、フレンド消えた方もね、えー、そういう理由なので、はい。あのー、別に嫌いになったとか、そういう悪い理由じゃないです。まあ、リアルの方でね、ちょっと中学に向けて頑張っていくということで、ぜひ応援してあげてください。バイバイ